だいま。お腹すいた。どうしても麻婆ラーメンが食べたいので作っていきたいと思います。買ったご飯も美味しいんですけど、コンビニとかなんか自分の好きなものをもうめっちゃお腹いっぱい食べたいって時ないですか？そんな時は自炊します。よくあるのが麻婆豆腐、麻婆ラーメンがね、もう無性に食べたくなります。火を弱火でつけて米湯を入れて、豆板醤を油でしっかり炒めるというか熱していきます。あ、お湯沸かさなきゃ。こんな感じ。そしたらここにお水を入れます。お豆腐も分解して入れちゃいます。よいしょ。そしたらここに紹興酒入れていきます。こんくらい。めんどくさいんですよ、自炊とか。でも食べたいからね、頑張って作る。そしたらこちら醤油ラーメンのスープをこの中に入れちゃいます。沸騰してきたら先ほど切ったネギを入れます。こっちがね、沸騰してきたんですよ。なのでラーメンの麺を入れます。2分半測って、結構沸騰してきたので片栗粉で固めたいと思います。よいしょ。固まらないように素早く。これめっちゃ美味しいからおすすめ。みんな作って。しかもそんなに難しくないし、材料もこれ最小限なんですよ。豆腐とネギがあればいける。これにむきエビとか、お肉が好きな人ひき肉とか入れても絶対美味しい。麻婆ラーメンの完成です。これすごい美味しいからおすすめです。いただきます。めちゃくちゃ美味しい。
ただね、すごい暑いからみんな気をつけてください。食べる際はとろみがついてるからね、いつまでも暑いんですよ。まあそこが美味しいんですけどね。食べたいもの、お腹いっぱい食べたい欲がすごくて、家に帰ってきて疲れたって時に麻婆ラーメンが食べたくなっちゃうと、もう作るしかないんですよ。で今ね、お腹いっぱい食べようとしてるこの瞬間、幸せ。うん、美味しい。熱い。ごちそうさまでした。食べました。ちょっとこれ置いてこよう。後で洗おうかな。後で洗います。着替えよう。暑い、暑いよ。はあ、なんて幸せなこの時間。お腹がパンパンすぎる。洗い物ができないのはお腹がパンパンのせいだ。あ、デザート買ったんだ。濃厚かぼちゃプリン、絶対美味しいよこれ。いただきます。美味しい。めっちゃ美味しい。うん、すごいかぼちゃです。でクリーミー、でもくどくない。ごちそうさまでした。よいしょ。あ、暑いよ。よいしょ。まだやることあるんです、私。でももう無理。ソファーから動けない。お風呂も入んなきゃ。はあ、洗濯もしなきゃ。明日でいいかな、洗濯。だって今日天気悪いし、部屋干しだから関係ないけど、明日でいいかな。あ、でも今日入浴剤買ったんだ、お風呂。まあでもめんどくさいな。入ってくるか。ベッドに入った時の幸せを頭に思い浮かべながらお風呂行ってきます。はあ、はあ、スキンケアか。ああ、めんどくさい。これでいいや。これ、じゃん。朝用マスクなんですけど、これをすればね、洗顔スキンケア、保湿下地がついてるんです。パックってめんどくさそうじゃないですか。でもね、これ一つでもうそのまま寝れるの。しかも60秒つけるだけで OK なの。なんて。まあ朝用なんですけどね。まあ夜でもいいでしょう。変わんないでしょ。よし、難関クリアしたので、もう私はベッドにダイブするだけです。ベッドにダイブ後は2時間くらい YouTube やツイキャスを見て寝ます。幸せ。ということで、ベッドへレッツゴー。はい。本日もご視聴ありがとうございました。よければグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。おやすみー。なんて最高な夜。こっからが長いぞ、私の夜。ハッピー。おやすみ。
あ、金曜日お疲れ様でした。ゆっくり土日休んでね。お仕事の人は頑張ってね。そして早めに今日も寝てください。暖かくね。バイバーイ。